ここだけの韓国グルメを紹介。今日は韓国でも大人気の韓国式串焼きを食べに来ました。こんにちは、ニケイです。今日は新横浜にやってまいりました。今日はですね、串焼きを食べます。ただ普通の串焼きじゃなくて、ラム肉を使った焼きながら食べる串焼きです。韓国でも1年ぐらい前とかだったかなにすごい人気が出て、韓国でどこでも食べれるような、それぐらい人気料理になったみたいなんですよ。ただ発祥はですね、中国です。中国の串焼きが韓国に上陸して、それがすごい人気が出たって感じです。そして食べるお店がこちら、アリヒャンさんです。アリコ、アリヒャン、ヒャンかな、多分日本語的にはアリコさんっていうお店の名前だと思います。こんな感じね、料理食べていくので、それでは早速カジャー。料理のジャンルとしては中国料理なんだけど、韓国式で、まあ韓国向けって感じだから、ハングル文字もね目立ってた。グッジョブしてはった。この上に串焼き、串を乗せていきます。でこの機械が韓国式の卓上串焼きってみたいですね。そして串焼きの登場です。左側が人気ナンバーのラム肉で、右側がスペアリブ3本と10本ずつですね。おかずあるんだけど、おつまみたいなおかずですね。そしてコーラ頼みました。名前わかんないけど、辛くない粉です。横に引き戸があるので、ここからいろいろ取ります。そしてこんな感じで炭火焼きなので、炭を置いてくれました。そして串を終えていってもらいます。はい、穴の部分に金具を入れるのかな、なんかそんな風な感じですね。全部で10本ぐらいは焼けそうです。こんな感じでゆっくり焼いていきます。すごい、これキャンプであったら大活躍すると思う。キャンプ行きたいな。焼くのね、まあまあ時間かかるのでね、僕はちょっとおつまみとかを食べていきたいと思います。じゃあもう消すみだ。豆のおつまみ、お菓子かな、好きな味、塩味効いたやつ。最初なんでこんなおつまみ出てきたんだろうなって思ったんだけど、後々ね食べてたらこれが必要なんだなってわかりますね。ちなみにコーラ頼んだ理由、コカコーラだったから。これで5分ぐらい焼きましたね。でもまだどのタイミングで食べていいかわかんなかったから、ちょっとじっとしてました。でもまだ焼けてないかな。スペアリブなんて赤身たっぷり残ってますもんね。これ韓国料理屋さんでよく見かけるやつですよね。たまにてこのおかず、たくあんみたいな味、結構好き。でこの赤い粉は辛くないですね。味見してみたけど、やっぱり辛くないなと思って、中国の味がした。これで7分ぐらいかな経った気がします。で結構ね、今見てたら油ね出てるんですよ。これねもう焼けてるみたいです。焼けてんのか分かんなくて、ずっと放置してたら店員さんにもう焼けてるよって言ってくれました。串の部分は熱くないので、こうやって手で持てます。こんな感じで脂身も強く出てますね。そしてこっからどうすんのってなってます。ちなみに焼けたやつはこんな感じで上に乗せていくみたいですね。それはね、僕も食べていきたいと思います。やっと串が食べれる。10分ぐらいかな、待った気がするね。赤い粉をたっぷりつけて食べます。こんな感じ、ピント合ってないけどね、ピント合わすのも難しいです。今食べてるのが一番人気の特製ラム肉です。臭みも少なくてね、食べやすいですね。喜んでますね。手もそのまま食べてもいいんだけど、やっぱりこの赤い粉につけて食べるっていうのが僕は好きだったかな。食べてる最中もまあ焼いてるからね、ちょっと気にしながら食べなくちゃいけないっていう部分はあるかな。今ちなみにスペアリブ焼いてて、どれぐらいで焼けばいいかわかんない。あと串はね、こうやってねもう取っていきます。自分で串から外して食べるっていうスタイル、なぜかというと熱々だからです。焼き鳥みたいにね、こう口でカッて食うみたいなスタイルは絶対に気度するからやめた方がいいと思います。そういうスタイルで食べる人もいるかもしれないけど、かなり熱いと思う。鉄の部分で焼いてるからね、やけどしたくなくて安全に美味しく食べたい人は串から外して食べるっていうスタイルがおすすめですね。店員さんにそう教わりました。上に置くスペースもまあ3つ4つぐらい置けるかな。でこれが初スペアリブ。スペアリブも串から外して食べていきたいと思います。絶対熱いからね。骨がついてるやつなんだけど、骨もね食べれる。ピント合ってないけどね。またまたこれもね、塩味でかなり美味しくいただけますね。じゃあこのね、串焼きヤンコチっていう料理なんだけど、これどうだったかっていうと、総じてすごく美味しかったです。僕中国でね、実は本場のやつ食べたことあるんだけど、焼き方とかなんか全然違ったんだけど、それでもね、その中国で食べた味をしっかり再現してたなって僕は思いました。あ、ちなみに焼き方ね、ちょっと見せていくんだけど、こんな感じでもうポンって置いていきます。で、あのね、丸い部分が動いてるんだけど、そこに星型の部分をね、ふそって刺します。
丸い穴の上に星型のやつ置かないと回らないから、一部分だけすっごい焼けるっていう状態になります。僕間違えてそれやったんで。じゃあね、まあ美味しいってことなんだけど、どういった部分がおすすめなのかなっていう部分をね、ちょっと簡単に3つご紹介できたらなと思います。まず1つ目がお肉の旨味がものすごくたっぷりあるっていうところですね。まあラム肉だから羊のお肉なんですよね。羊のお肉だから臭いもあるかなとか思ったんだけど、全然臭みなくてね、すっきりして食べやすいし、なんといってもね、油の旨味がねものすごくありましたね。ラム肉ってこんなに美味しく食べれたかなと思うぐらい美味しくてね、さすがだなって。特に今見せてるこのスペアリブなんですけど、これがすごくね旨味を持っていましたね。味付けは塩味だけのシンプルな味付けなんだけど、塩味だけだからこそね、そのお肉の脂の美味しさっていうのを引き出してくれてね、ものすごく美味しく食べれました。もちろんね、この特製ラム肉もものすごく美味しくてね、いい体験ができるなって思います。二つ目のポイントがですね、常に熱々で楽しめるってとこかな。中国本場で体験した串焼きは、焼きながらっていうよりかは、なんか3、40本ぐらい一気に網の上にドーンって置かれて、それをちょっと温めながらもうすぐ食べていくみたいな感じでしたね。すでにね、焼かれてるものが出てくるっていう感じかな。まあ、だいぶ前、そうね、数年前とかに行ったから、今はどうなってるかわかんないんだけど、ただ韓国式のやつは、もう自動でね、この回転して、最初から焼きながら、で食べていくっていうスタイルだから、常に熱々の串焼きを楽しめるんですよね。しかも焼く本数とかスピードもマイペースにできるから、慌てなくていいしね。で、焼けたやつはこんな感じで網の上っていうか、あの機械の上に置いとけばいいからね、焦げることないし、いいなって思う。この卓上式焼きスタイルってやつ、こんなのお家に置くことできないかもしんないけど、いいなって思いましたね。続いて3つ目のポイントとしては、結構ねお腹膨れるかな、そこがいいなって思いました。コスパの面もお話しするから、お値段先に言っちゃうと、この特製ラム肉が10本入りで1600円で、スペアリブが3本入りで900円です。で、僕、串10本だけだったら、ちょっと足りないかもとか思ったんですよ。全部同じ味だし。だからね、スペアリブを頼んだんだけど、だいぶお腹いっぱいになりましたね。結構、いや、頼みすぎたかなって思っちゃったもんね。なので、一人ね、10本とか食べてたら、串はね、結構いい感じになるかなって思う。お腹はもちろんね。で、それとプラス、サブ的になんか中華お金頼めばいいかなって思う。で、これはすごくお酒に合う味だから、お酒を飲みながらね、楽しんだら、すごくコスパいい方なんじゃないかなって思いますね。なのでね、お値段っていう部分でも、僕はね、結構このお店かなりいい体験ができたなと思ってて、普通に友達連れて行きたいなって思いました。こういうのあるんだよって言って紹介して、韓国料理にハマらしたいんですよ、僕は。そういう戦略取ってるんですけど、それにちょっとぴったりなお店だなって、一つこう、これね。まさかね、韓国でこの中国式の串焼き取り扱ってるなんて僕知らなかったのでね。しかも新大久保で食べれる場所がまさかあったんって思わなくてね。いや、新大久保ってやっぱすごいなって改めて思いましたね。味もお値段も、まあ、コスパっていう部分でも大満足できるとこでした。チャオが進みだ。ちなみにね、最初の方に豆必要だよって言ったんですけど、その理由がかなり脂っこいから、豆で口の中を味変しながら食べてました。スペアリブが結構脂っこくなってくるから、豆やってよかったなって僕は思いました。っていうか、豆言ってるけど、あれ豆っていう名称なんですかね、これ。ではね、今日のポイントもおさらいしていくと、まず一つ目が、ラム肉だけど臭みなくて旨みをたっぷり持っているっていうところ。そして二つ目が、常に熱々の状態で楽しめるから美味しいっていうところ。そして三つ目が、コスパ大満足っていう、この三つのポイントが僕ここおすすめできるところでしたね。ジャンルとしては、まあ、ジャジャー麺とか、チャンポンとかにあたるような中国料理っていうジャンルなんだけど、韓国でも大人気の料理だから、食べたことない人はぜひ食べてみてほしいですね。味も濃いめだから、お酒好きな人は一緒に食べたら絶対楽しいだろうなって思います。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。それでは今日は新大久保にあるアリヒャンさんのヤンコチの紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アニョーン。